ここは劇場のようですが。ああ俺の知り合いな、ここの劇団で座長をやってるんだ。へえ、劇団か。今の時間はちょうど公演中か。ついでだ、劇を覗いていこうや。英雄アデルの生涯、なんだか興味深いですね。俺演劇って見たことないや。ドラもないもん。入るぞ。客も結構いるようだ。中では静かにしてるんだぞ。はーい。その時私は見た、暗黒の力が全てを飲み込む様を。人もアルスも暗黒の渦へと飲み込まれていく姿を。このままでは世界は終わる、終わってしまう。だがその時、満身創痍の身を起こし、我が師英雄アデルは決断したのだった。神よ、我に力を。暗黒を焼き払い、世界を照らす光の力を。そなたは天の聖杯、神のしもべ。どうか我に力を、この世界に光を。こうして暗黒は払われた。しかしその代償は大きかった。多くの大陸が雲海の底へと沈んでいったのだ。神のしもべよ、そなたのおかげで世界は救われた。その命の代償、我が償おう。我は語り継ぐ、そなたの伝説を。我の名と共に永遠に。